どうも、岡野ゼミナール塾長の岡野と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日は、岡野ゼミナールの、チャンネル登録よろしく、 Facebook、Twitter、Instagram やってるのでよろしく。すいません、今日はこちらを、この小森さんって言って、ケージスでしたかね、1945年に核を落としたりとか、ケージスだと、なんで、あと東京裁判だったりとか、そういった人とかに直接取材をやってる人で、割と好きな論客の方の一人です。それで、バイデン政権を悩ます国境の危機、小森義彦さん、こちらの記事が2021年の4月の26日ですね。メキシコ、北西部ティフアナにある国境検問所近くで隙間なく並ぶ、数百のテナント、3月の共同の写真ですね。米国のメキシコ国境に中米からの、入国希望者が巨大な流れとなって押し寄せてきた。大多数が違法な移民や難民、亡命者とされ、特に子どもたちが単身で送り込まれる事例が多い。バイデンアメリカ大統領の入国政策緩和の結果として起きた違法移民の殺到は、国境地帯での人道上の悲惨な状況を生み、バイデン政権の最大の悩みとなったようだ。4月の20日、メキシコ国境沿いのアリゾナ州の、デュシー知事は、同州で非常事態を宣言し、バイデン氏に国家非常事態の宣言を要請した。違法移民の殺到で同州や国境地域全体への危機が生まれたと主張だ、との主張だった。でこちらが、そういうことを書かれててですね。でこのテキサス州のこのドナっていう場所があって、この不法移民の収容所で、定員が250名のこう収容所に4000人の子どもが、要はメキシコの子どもたちですよかね、が収容されていると。でそのうちの 10% が新型コロナの感染者だと。ということは 4000÷10 ですから、400人ですね。400人の新型コロナ、の感染者が、中米から違法で、入国していると。ですから、本当にその恐ろしい。でしかも入国しているのは子供なんですね。で子供だけ先にこう入国させておくと、後でこう親をがこう入国できるというなんかからくりがどうやらあるらしいです。で小森さんがこの続けて書いてたのが、確か菅さんが訪米したのが15日で、16日にいろいろお話ししたと思うんですけど、16日ですね。で16日に、ランチもしない、ディナーもしないで、カマラ・ハリスが対応してる。で4月の17日にバイデンは地元のデラウェア州のゴルフ場で、取材を報道官たちに囲まれて、で、その中南米の国境線のやつの、話
をやったんですね。で、国境地域の地帯のそういったことを、まあ、危機と、まあ、バイデンさんは述べていたようです。で、4月の19日にそれを先、大統領報道官がその言葉は大統領の、真の意図ではないと、事実上の発言をこう撤回したっていう流れですね。ですから、そのバイデンさんはこう思ってるって言っても2日後とかにもこう訂正みたいな感じで訂正していくわけです。で、この、テキサス州の、まあ、ドナっていう場所に関しても、もう氷山の一角で多分もっといろんなことがあるんだと思いますね。で、トランプに、代わって、なんていうんですかね、トランプの時には、つまりこう中南米ですね。から外国人を入れさせないようにしようと。で、なぜそういうことをするかっていうと、結局日本とかの場合は海に囲まれてますけど、普通イギリスとか、なんかオーストラリアとか日本とか、そういう特殊な国以外は全部陸続きなので、非常に取り締まるのが難しいんですよ。で、特に中南米とかだったりとかすると、そういうドラッグですね、とかを持ってきたりとかもしますし、で、今回のようにそのウイルスも持ってくるわけですね。ですから、そのバイデンに代わって、そういった中南米の国境線をのやつをもう取っ払うぞっていう形の、確か大統領令をしましたから、これからですね、つまりその、なんていうんですかね、アメリカ人じゃないやつが、パッと入って、違法移民が入ったりとかすると、彼らはね、やっぱ犯罪を犯すんですね。で、小生の知り合いの方から聞いたんですけど、その、テキサス州で、その畑をやってる人たちがいて、で、メキシコの違法移民を働かせるんですよ。で、給料日の2日前に、その、で、アメリカ、警察に電話かけて、全部捕まえさせたりとかすると。そしたら人件費がタダになるんですね。で、人件費がタダになった、わーい、嬉しいだけじゃなくて、実はその人件費がタダになった分、アメリカに住んでる人たちの所得とか、そういった労働を外国人に奪われてしまうので、実はそのアメリカ人の雇用が減っちゃうっていうことなんですね。じゃあアメリカ人の雇用が減ったりとかすると、今まで月2、30万もらってた人、まあ向こうは物価が2倍なんで、まあ日本円で言ったら40万とか60万かもしれないんですけど、まあその物価が違うんで、まあ2、30万って言い方しますね。日本円の言い方しますね。2、30万もらってた人が、急にまあ違法移民が入ったから、もう明日から来なくていいよって言われたら、彼らは失業しますよね。で、お金がもらえないので、自分の子供食えなくなりますよね。そしたら、アメリカに住んでる低所得者層の人たちも犯罪者に変わるんですよ。言ってること分かりますか？で、そうなってくるといけないので、特に民主党政権は、フランクリン・ルーズベルトからもう伝統的に、つまりその社会福祉制度ですね。つまりその、働けない人たちに対して、そういう補助金をすごい払うような形を取るんですよ。で、生活保護とかもそうなんですけど、本当に恐ろしくて、一度入っちゃうと、働かなくても13万ぐらい日本でも入ってきますよね。で、家賃補助は5万ぐらい入ったりとかして、で、税金とか年金とかで、国民健康保険も全部タダで入れて、医療費も全部タダになるんですよ。だからもう歯医者さんも行きたい放題なわけですよね。で、そうなってくると、
もう二度と働かないですね。で、これをそのアメリカ人たちは、その、なんていうんですかね、アメリカと結婚する、国家と結婚するっていう言い方をするんですね。つまり、そのソーシャルワーカーっていう、まあ日本語では社会福祉士の人たちが、離婚してシングルマザーになったら、社会保険をもらえますよって言ってか形で、離婚した方がお金がもらえてお得なんだみたいなことをね、促す人もいらっしゃるらしいんですよ。つまり、その国境線を、こう、例えば日本とかもインバウンドって言って、2008年からその観光部から観光庁になったわけですよね。これをこう変えた時に何が起きたのかって言ったら、やっぱりその非常にね、危険なことが起きたんですけれども、その、2020年まで2000万、2020年まで2000万人入れるぞって言って入れまくって、2017年に2700万人入れちゃったんですけど、でそれをやったのは国交大臣の当時の創価学会だったわけですね。で、それで外国人入れまくったら、結局彼らコロナ持ってきましたよね。要はチャイナのからウイルスを持ってきたわけでしょ。つまり、その人を自由にしたり、お金を自由にしたり、物の行き来も自由にするっていうのは非常に便利なんですけれども、やっぱりその EU とかももう結構気づいたと思うんですね。コロナで非常に大変だっていう時に、最終的にイタリアとかスイスとかフランスとかオランダとか、それぞれの国家単位にしか守ってくれないっていうことが分かったわけですよ。ね。ですから、アメリカという国家に関しても、やっぱりその、なんていうんですかね、はもう本当、カナダとかもうメキシコが全部陸つながりですから、そこに多分国境線をしっかり引いて、で、違法移民を入れないようにしないといけない。で、今回のその、メキシコからそのテキサスに関しては、子供を使って、強制収容所というか、まあ、強制収容所が収容所の中に250人移民を入れるところをに4000人をぶち込んで、こちら不衛生になりますよね。で、その中の10%が、新型コロナにかかってるというようなことを、まあ、小森さんって言って、まあ産経でね、まあ、働いてて、本当にものすごく情報のね、リテラシーの高い人がそういうことを書いてるわけです。ですからね、本当にちょっとね、気をつけないと大変なことになるぞとだけ言わせていただきます。で、今回その菅さんがまあ訪米してくれたので、2月の6日に、何時か知らないですけど、フランスの大統領マクロンと、なぜかカラマ・ハリスがね、対応してるっていうわけのわからんことが起きたんですけど、やっぱり菅さんと対応したのもカラマ・ハリスだった。これでやっぱりね、非常にこう、小生からすると、今アメリカで起きていること、つまり、バイデンと菅さんを一緒にお食事させなかった、これはその、日本に対してすごい失礼なことをしてると同時に、何が起きてるのかっていうと、まあ、これは分からないですよ。分からないんですけど、何が起きてるかっていうと、何が起きてるかと申し上げると、なんていうんですかね、一緒にお食事もできないぐらいちょっとやばいんじゃないのかなっていうのが、ちょっとこう顕著に出てる感じがしなくもない。つまり、その、カマラ・ハリスと、まあ、バイデンの後ろに、まあ、国際金融資本家がいるとは、ショーツは思ってるんですけど、そいつの言われた通りに、ちょっと動けないぐらい、ちょっとやばい状態なのかもしれないっていうのが、ちょっとこう感じましたね。なので、ランチとディナーも一緒にできなかった。
しなかったっていう可能性も、もう見えるかもしれない。わからないです、正直言って。ただね、やっぱり本当にね、気持ち悪い、状態ではあります。ということで、それでは、本当にですね、こういうふうにですね、なんていうんですかね、この4000人のうちの、10人ですね、これが本当に、動いてますから、本当になんかね、人と物と金を自由にさせる、国境がない方がいいとかって言いますけど、じゃあ、国境をなくしてどうやってそれぞれの国がそれぞれの国の庶民を守るんですかっていうのをちゃんとしっかり考えた方がいいと思いますよ。ちっちゃくちゃんとこう、やっていかないとちょっとできないラインもあるんじゃないかなっていう感じがします。では、小川のゼミナールでした。やれやれですよ。